オリンピックのバレーボール競技は予選の上位チームによって行われる近代オリンピックのバレーボールである。国際バレーボール連盟主催の三大公式戦の一つである。1964年の東京オリンピックで正式競技となった。1996年アトランタ五輪からビーチバレーも種目に加わった。最多優勝チームは男子バレーがアメリカブラジルソビエト連邦。 女子バレーがソビエト連邦。世界選手権、ワールドカップと合わせてバレーボール三大大会として位置づけられている。1954年5月、アテネでの IOC 総会でバレーボール、柔道、アーチェリー、ローラースケートのオリンピック競技化が検討されるが全競技保留に。1964年東京オリンピックでは柔道とバレーボールが新競技になった。 女子バレーボールはオリンピック競技に採用された最初の女子団体種目である。日本は女子が1964年東京五輪、1976年モントリオール五輪、男子が1972年ミュンヘン五輪で金メダルを獲得した。オリンピックでの日本の活躍からバレーボールが日本のお家芸と呼ばれるようになったが、 90年代以降は、世界のトップクラスに届かない状態にある。2004年アテネ五輪では、女子は中国がロシアを3-2で下し1984年、ロサンゼルス五輪以来、20年ぶりに金メダルを獲得した。2セットを選手されながら、その後の3セットを連取する劇的な勝利であった。男子はブラジルがイタリアを3-1で下し1992年、バルセロナ五輪以来、 12年ぶりに金メダルを獲得した。オリンピックに出場できるのは全部で12カ国で以下のように選出される。かつてはワールドカップにおいては現在も使われている1リーグ層当たり制で試合が行われていた。しかしこれには最後の試合が終わる前に優勝国が決まってしまう可能性があり試合の興味が最後まで続かないという欠点があった。そこで 1972年ミュンヘン五輪以降、1次ラウンドと決勝トーナメントに分ける大会形式が採用されている。出場チームは1996年アトランタ五輪以降、男女各12チームである。参加12チームが6チームずつ、AB2 組に分かれ、それぞれ1回戦総当たりリーグを行う。各組の上位4チームが準々決勝へ進出する。 右端の数イコール本線の出場国数。男子女子男子女子男子女子出場国に関する注釈。ありがとうございます。